ラーリピサは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬主な勝ち倉に2007年の兵庫チャンピオンシップ、2008年のエルムステークス、2009年のネギシステークス。2007年1月13日、京都競馬場での3歳新馬戦でデビューし、2着。2戦目で勝ち上がり、続くヒアシンスステークスも勝って、 クラシック路線に進むが、スプリングステークス9着、サツキショーは16着と振るわなかった。ダート路線に戻って、兵庫チャンピオンシップに出走し、レースでは出遅れながらも山勝ブライアン以下を封じて、重傷発制覇を遂げた。続く、ユニコーンステークスでは落鉄、骨折がありながらもロングプライドの2着に入り込む。その後しばらく休養に入り、 12月のシワスステークスで復帰して2着、年明けて2008年5月までの5戦では2着1回が、最高と勝てない成績が続いたが、5月31日のケヤキステークスで1分21秒9のレコード勝ちを収め、続く大沼ステークスも制してオープン特別を鬼連勝する。マリーンステークス、ダートグレード競争のクラスターカップで、 連続2着の後、エルムステイクスでは、当選ブライトを一馬身4分の1作出して、重症2勝目とした。ところが、エルムステイクスからおよそ1ヶ月経った頃から、顔面から目や耳に至る、広範囲の顔面神経麻痺を患い、状態を見ながら、調教を行わざるを得なくなった。顔面神経麻痺の状態を出して、後、 2009年初戦のネギシステークスでは、必死活リーダーの追撃を抑えて、重賞3勝目を挙げた。フェブラリーステークスで、サクセスブロックンの5着に入った後、ダートグレード競争路線で参戦、連続3着以内を確保したが、名古屋競馬場での JBC スプリントは、レース2日前に、右肝破を発症したため出走を取り消した。その後、 二年の長期休養を挟んで2011年と2012年に一層ずつ走ったが結果は出ず2012年6月13日付で競争場登録を抹消した引退後は滋賀県高架市のグリーンファーム湖南で乗馬となり2016年までに岡山県倉敷市の乗馬クラブクライン倉敷に移動2019年の時点でも乗馬クラブクライン倉敷に 在馬やしていた。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。